どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。今私はイタリアローマ空港に来ております。前回ですね、 ITA エアウェイズでロンドンヒースロー空港からここローマ空港までですね、 ITA エアウェイズで来たわけなんですけども、ヒースロー空港のね大混雑に巻き込まれてしまって、結局ね ITA エアウェイズ利用させていただいたんですけども、ラウンジも利用できず、セキュリティチェックに3時間ほどねかかりまして、もうクタクタでねこのローマ空港に到着したところでございます。ここでね前回1回動画区切らせていただきましたので、今回ねここから続きね楽しんでいただければなと思います。それでは本編の方をどうぞ。まあ当たり前ですけども全然人がいないんで、あれですね、清掃が行われてますね。はあ、でも結構綺麗な空港なんですね。初めて来てめちゃめちゃいいですね、綺麗で。ということで無事ね、手荷物も、はい、ゲットできてローマ空港到着いたしました。ということで私はここはターミナルいくつか分かんないんですけど、ホテルの方にね、行きたいと思います。今回ね、空港のヒルトンホテルをね、取っておりますので、ひとまずそっちに行きたいと思います。ここはターミナル3みたいですね。ではホテルの方に向かいたいと思います。ここからね徒歩で行けるみたいなんで、ちょっとインフォメーションで聞いてみようかな。わからない。確かね1個上に上がんなきゃいけなかった気がするな。ここ到着ロビーなんで、とりあえず上に上がりましょう。すごいですね、お出迎えの人たちがたくさんいます。あった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 、書いてあります。はい、分かりますでしょうか。今回ねヒルトンホテル撮ってるんですよ、空港ホテルので、この上の看板にね、はい、ヒルトンのマークありますね。ということはね、これで行きましょう。やっぱり出発ターミナルの方から行くんですね。ここは到着ターミナルということで、では上の方に行きましょう。あ、ここまで来ればもう大丈夫ですね。はい、セカンドフロアということで、ここにねもうヒルトンホテルのマークが書いてあります。今ねもう深夜もう0時過ぎておりますので、まあ、私が聞いてる感じだとタクシーって言ってきた人は一人ぐらいしかいなかったんで、まあ多分まあもしかしたら素人かもしれないですけども、まあこればっかりはちょっと分かんないですね。セカンドレベルにあるんですね。でね、このホテルはね、あの空港ホテルなんですけど、でシャトルバスもねないんですけど、10分ぐらい歩くらしいんで、あ、こちらですね、ホテルって書いてある。はい、あ、そう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 、はい、ということで、あの今回もねブロガーの方本当にありがとうございます。ここのねあの風景もねちゃんとそのブログの方を見て、あ、これこれみたいな感じで覚えてたんで、やはりありがたいですね、探せるっていうのは。イタリアはめちゃくちゃ蒸し暑いですね。でホテルはまっすぐですね、この看板に従っていきましょう。あ、でもめちゃくちゃ分かりやすいですけども誰もいないですね。ホテルのマークはこっちですね。まあでもね、この10分ぐらい歩くみたいなんですけど、歩く歩道があるんでそんなに時間は感じないって言ってましたね。まあでもこれあるだけでだいぶ違いますよね。まあ手ぶらで歩いてるんだったらいいですけどね、手荷物があるとやっぱりこういうのあった方が楽ですもんね。いや暑いな。エアルームラウンジっていうラウンジがここにあるみたいですね。あ、ここはあれかな、ここにあるんですけど、これがいわゆるカプセルホテル的なやつですかね。ラウンジって書いてあったんで、なんかの航空会社のあれで入れるのかと思いました。そういうわけではなさそうですね。さあホテルのマークはどっちにありますかね。あ、このまままっすぐでいいみたいですね。結構先まで続いてる。あれ、しかも故障中ですね。これ多分ダメですよね、バッツって書いてある。いや、ローマの入国に関してですけども特に何もいりません。で、日本のパスポート持ってる方はねビザもいりませんので、
で今コロナウイルスの、事前審査みたいなのもいりません。ですのでパスポートと搭乗券があれば入国することができます。いや本当に今回ヨーロッパ、ドイツ、フランス、ロンドン、まあ、今回で 4つ目ですか来ますけども、まあ、一応ブリュッセルはまあ入国してないんでブリュッセルは除きますけども、本当にどこもいらないですね。楽でいいです。日本も早く撤廃してほしいですね。私も全然考えてなかったですけど日本帰るときねPCR 検査を受けなきゃいけないですね。いやー暑いな本当に。さあホテルのマークはここはなんか突き当たりっぽくてカートみんな置きっぱなしにしてるけどホテルはありました。このマークですね、はい、よいしょ。本当にねちょっと誰もいないんでちょっと気味悪いですね。はい、ちょっと路上生活者の方みたいなのが一人いたのでちょっと怖かったですね、まあ結構年配の方だったんでねあれでしたけど、これがちょっと数人とかいるとちょっと怖いですね。おお、こんな感じなんだ。はい、到着しました。こちらはヒルトン、ローマエアポートホテルですね。今のところね1泊だけお世話になる予定です。ということで行きましょう。まあ、10分かかるっちゃかかるっていう感じですね。でも先ほど言った通りあの動く歩道があるんで気持ち的にはだいぶ軽いですね。やっぱり夜の便だと空港近くのホテル取るのがいいですね。本当に楽でいいです。ということでチェックインしていきたいと思います。プライオリティチェックイン、ではチェックインしていきたいと思います。ではね無事チェックインすることができました。今回ね5078ということで、ここはエグゼクティブフロアにアップグレードしてもらえたみたいですね。ラウンジであるんですよ。でも今日はねちょっと遅いんで明日最後の30分だけでき見れるかもしれないですね。11時半からやってるんで、で5078なんでこちらですね。あそこだ、いいですね、はい、ということで、はい、では入れました。はい、ということでちょっと今電気をつけました。こんな感じになっております。いやいいんじゃないですか、結構広いですね。はい、ありがたいです。じゃあここら辺から見ていきましょう。まずここに金庫ですね。これは初めて見る形状の金庫ですね。はい、ノートパソコンは入りそうにないサイズですね。で下にドライヤーとバスローブで、こっち側にはよいしょ、こちらランドリー袋だけですかね。あとアイロン台とアイロンが入っております。スリッパはなさそうですね。はい、スリッパなしです。でここに物が置けそうな台がありまして、テレビです。ここは50インチぐらいかな、はい、のテレビと、下はコーヒーコーナーですね。ケトルと、なんだっけ、ネスカフェのねスティック系のあれがありますね。で下に冷蔵庫ですね。これは取ったらチャージ系っぽいけど入ってないですね。はい、多分これはコロナでなくなったんじゃないですかね。ブログ見た方は入ってると書いてあったんで、はい、っていう感じです。でこちらにデスクね、仕事がしやすそうななんかいい感じの椅子とデスクがあります。あ、ルームメニューとか全部 QR コードなんですね。いやさすが時代を感じます。で LAN ケーブルが珍しくありますね。で電話で、ここに鏡がありますね。でここにライトがあって、景色はどうなんでしょうか。いやー滑走路が見えないかな。はい、ちょっと滑走路は見えないですね。そして窓が結構汚れてるんで、ちょっとあれですね、あんまり見ない方がいいかもしれないですね。はい、でこっちベッド周りです。ここにね一人掛けのソファー、足置きまでついたバージョンがあります。でベッド周りはこっちはコンセントなしですかね。ベッド結構大きいですね。はい、これはかなりありがたいです。でこっち側に、あ、コンセントこっちになしですね。
ああ、枕元にコンセントはなし。あ、スリッパがなんとここにありました。はい、まさかの電話の下にあるスリッパ。いや、でもあるのとないの全然違うんでありがたいですね。ではバスルーム見ましょう。バスルームです。ああ、バスタブ、リクエストした通りバスタブあります。ありがたいです。全体はこんな感じになっております。アメニティはいつものヒルトンホテルで戻りました。あ、綿棒がありますね。歯ブラシはなしです。石鹸で、ティッシュで拡大鏡があります。で、電話。で、これは何だろうな。トイレが2つありますね。ちょっと私、まあイタリアが初めてなんでちょっとわかんないですけども、これは何かあるのかな。ちょっと左側が何用かわかんないな。すいません で、タオルがここにきれいにかけられております。で、バスタブとシャワー一緒ですね。はい、ここにたくさんある。あ、これ全部切り替えれるようになってるんですね。可動式と上に固定式があります。で、下にバスタブね、ちゃんとありますんで、まあまあ、結構広そうですね。思ったより広い。なんかすごい浅々のホテルありますけども、そうでもないですね。で、これアラームボタンね、これ引っ張ったらなんか鳴っちゃうんですかね。ちょっと怖いの。こういうのあるんですね。これはちょっと初めてです。という感じですかね。ということで、こちらね、一泊お世話になります。いやね、もう10時、12時過ぎて、今ね、12時37分ということで、私もね、ヘロヘロです いやね、今回のフライトきつかったですね。まあ、フライト自体はね、まあ寝てたんですけども、シートピッチがね、結構きつめだったんで、辛かったですね。まあ、それはいいとして。まあ、このホテルね、今回ヒルトン、ローマエアポートホテルね、一泊ここね、6万ポイントだったら結構少なかったんでね。はい。で、一泊の価格はですね、だいたい300ユーロぐらいだったんで、まあ、ヒルトンホテルの中ではね、結構お安い方かなっていう感じですね。まあ、見ていただければね、わかる通り、ちょっとね、まあ、ホテル自体は古めって言いたがちですね。まあ、個人的にはまあ、十分すぎる設備なのかななんていうふうに思うんですけども、前回のロンドンとかね、パリとかのヒルトンに比べると、まあ、ちょっとね、パワーダウンした感じはね、思われてしまうかなっていうふうに思います。まあ、ステータス特典としてはお水もいただけましたし、Wi-Fi も無料ですし、ラウンジもあるし、朝食も利用できるということで、ちょっとね、レイトチェックアウトはね、明日もう一回聞いてみてみたいな感じだったんで、レイトチェックアウトはもしかしたら利用できないかもしれないですね。まあ、ひとまずね、今日のところはもうヘロヘロなんで、今日のところはね、休みたいなと思います。いやー、疲れましたね。はい。でも本当に今日ね、夜ここに、こっちに着くのが分かってて、はい、空港ホテルということでね、こちら取っといて本当に良かったですね。市内移動しようかなとかいろいろ思ってたんですけども、はい、しなくて良かったですね。これで市内移動とかしたら本当に2時とか3時とかになっちゃいますね はい、ということで今日のところはですね、こんな感じで休みたいなと思います。いやー、疲れました。ということで、また明日です。おはようございます。今ね、この一人掛けソファーに座っているんですけども、今ね、朝の8時半ということで、朝の8時3分ですね。失礼しました。朝になりました。7時ぐらいに起きてですね、これからね、朝食食べて、行きたいと思います。で、今日のところはですね、このホテルね、チェックアウトしますので、まあ、ホテル移動しなきゃいけないので、まあ、ひとまずね、午前中のところは、まあ、朝食食べて、それでね、編集作業しつつ、ゆっくりしつつチェックアウトね、していきたいなと思います。でね、このホテルはですね、コロナになる前は、ローマ市内にね、シャトルバスを出してくれてたみたいなんですよね。で、それがですね、ちょっと今どうなってるかわからないんですよね。もしやっているようであれば、そのシャトルバスに乗って、市内の方ね、行きたいなと思いますし、もしやってないようであればですね、ちょっと空港バスみたいなね、利用して市内にね、行きたいなと思います。まあ、ちょっとね、まあ、電車もバスもね、渋滞とかいろいろあるんですけども、昨日電車でね、結構遅れましたんで、まあ、今回はバスにしようかなっていう感じですね。まあ、バスも渋滞食らったらね、あんまり意味ないんですけども、昨日のね、ヒースローエクスプレスのね、その後の乗り換えの電車とかもね、めちゃくちゃ遅れて、ちょっとね 嫌な思いがついてますんで、まあ、もしシャトルバスやってないようであれば、空港バスでね、市内の方を向かいたいなと思います。ということで、ひとまずですね、朝食の方ね、行きたいと思います。このね、一人掛けソファーね、めちゃくちゃいいですね。
はい、寝れそうな感じ。ということで、ちょっとね、朝食行きたいなと思います。朝食はね、1階のレストランでサービスされてるみたいなので、ちょっとね、そちら見ていきたいと思います。では行きましょう。これお水ですかね。フレッシュジュースかな。で、シリアルで、こっちはヨーグルトたくさんありますね。わあ、すごい、フルーツ充実してますね。スイカとかありますね。いやー、いい。で、これは何だろう。こっちと何か分かんない。これ蜂蜜で、チーズで、あ、お野菜ね。ちょっと数は少ないですけど。で、こっちにホットミールです。ソーセージとベーコン、あと目玉焼きもありますね。で、こっちにパンです。あ、でも種類は結構ある。で、ハムとサラミ、あとパニーニみたいなのもありますね。あとケーキとかもあります。これはオブジェかな。一応生っぽいですけども、コーヒーは注文する系っぽいですね。ちょっとよくわかんないけど、あ、でもそうですね。はい、ちょっとカプチーノを頼んでみます。やっぱりね、コーヒーを注文して作ってもらう感じなんですね。これはローマ風なんですかね、ちょっとわかんないですけども、コーヒーマシンはなくて人で作ってくれる感じですね。では作っていただきました。いや、非常に美味しそうですね。いいです。ちょっとね、最初もうちょっとね、形になってたんですけども、はい、一応アートみたいな感じになってるのかな。非常に美味しそうですね。一つ一つ作ってるのがちょっと大変そうですけども、ありがたいですね。このオレンジジュースのね、生オレンジジュースマシーンがありましたね。ちょっとこれどうやってやるのか分かんないですけども、やってみましょう。あ、すごい、これ押したら出てくるんだ。あ、すごい、見えますね。動いてます。いや、すごい。今削らて、あれですね、今セットされてる感じですね。出てきました。結構かかりますね、はい、押し続けてもう1分以上経ってるんですけど、結構かかります。まあ、本当に生搾りジュースが目の前でセットされて飲めるみたいな、そんな感じですね。いや、これは楽しい。お子様とか最高ですね。それでは取ってきました、はい、まず昨日ね、ちょっと夕食をね、食い損ねましたね。こちらパン、チョコクロワッサンとクロワッサンと、あとこのパニーニみたいなね、はい、いただいてきたのと、ソーセージ、ベーコン、玉焼きと、これはキュウリかな、ちょっとわかんないっす。で、あとね、こんな感じで、豆のスープ、トマトスープっぽいのと、トマトのこれはパン粉が乗って焼かれたやつですね。これ結構いろんなところにあるんですけど、パン粉かな、多分チーズかもしれないですね、はい、ということでいただきましょう。ではね、まずコーヒーから入れたてを。うまいですね、はい、コーヒーマシンではなくて人がね、サーブしてる感じなんですね、はい、あとね、生搾り、その場でね、生搾りが作れる機械で作ったオレンジジュース、めちゃくちゃうまいですね。あ、美味しい、まあね、美味しいわけ、美味しくないわけがないぐらいですよね。うん、そうですね、あのマシンは結構いろんなホテル泊まってきましたけど、初めて行きましたね。ではいただきます。まずソーセージ、あ、そんなしょっぱくないんですね、うん、であとカリカリベーコン、これは本当にバンコク共通ですね。あとこれは何だろう、キュウリかな、ちょっと分かんなかったんですよ、これキュウリ、うん、あ、ズッキーニかもしれないですね、うん、あっさりした味わいで美味しいですね、うん、
ズッキーニもだとしてもなかなか食べたことがないんで、美味しいですね、うん、非常にさっぱりして、まあ、お野菜はね、トマトと、これこのズッキーニとぐらいしかないんで、ちょっと野菜がたくさん食べたい方はねちょっと辛いかもしれないですね、うん、まあ、トマト、この焼いたトマトはありますけども、あとこれぐらいですかね。だからもうあとはたくさんフルーツ食べるとかそういう感じにしていただくのがねいいかなと思います。このトマトのやつもねめちゃくちゃ1個が大きいんで切りましたけど、うん、これ上に乗ってるのチーズじゃないですね、うん、パン粉です。トマトにパン粉が乗せて焼いてあるみたいな、そんな感じですね。あとこのお豆のスープ美味しいです。あと目玉焼きいただきましょうか。いやホテルのブッフェで目玉焼きってなかなかね、うん、エッグステーションみたいなのはねなかなか海外ではありませんので、いただきます。うん、ではチョコクロワッサンみたいなこのパンいただきます。甘くてとっても美味しいです。あとねこのパニーニみたいなサンドイッチ、まあ中にサラミ、ハムか入ってます。これはめちゃくちゃ美味しいですね、これ、うん、めちゃくちゃ美味しいです。そんなところでしょうかね。まあ、あとこのクロワッサンね、一応クリームクロワッサンみたいな感じでした。うん、中にクリームがね、カスタードクリームですね、はい、たっぷり入ってて非常に甘くて美味しいです、はい、ちょっと甘いパン取りすぎましたねでもね、美味しいです。はい、そんなところでしょうかね。朝食会場はね、1階のレストランでね振る舞われておりますので、種類もたくさんあってね、まあ、ちょっと野菜は少なめですけども、まあこれは無料でいただけるというのはねかなりありがたいと思います。ということでこれはいいですね、はい、非常に美味しいです。ということで時刻はね12時ぐらいになりました。そろそろねラウンジが開きますので、ちょっとねどんな感じなのか見ていきたいなと思います。で今回ですね、チェックインの時はねレイトチェックアウトね明日聞いてくれっていう話で、今日ね聞いたところもうどっかの動画で入れてるかもしれないですけども、今日ね午後2時までねレイトチェックアウトできるっていう話なので、ひとまずね2時までなんであと1時間半ぐらいですかね、ありますので、ちょっとラウンジね見つつ、2時前にねチェックアウトしていきたいなと思います。ということでラウンジねちょっと行ってみましょう。桃です。ということでラウンジに入ってきました。ここのラウンジはね、フルーツ桃がね置いてありまして、まあ、桃とお水とコーヒーとっていう感じですかね。ソフトドリンクとかアルコールとかは置いてないですね。ですけども夜になったらもしかしたらセットされてるんで温める機械とかね、ですので夜になったらね出るのかもしれないですね、はい、お水いただきました。なんかフルーツとかが入ってるね、フルーツウォーターみたいな、これはレモンウォーターかな、はい、美味しいっす。ちょっとね午前中起きてからねずっと編集していますので、はあ、ちょっと疲れましたね。全然終わんないですけども頑張りたいと思います。ということでこのようなねまた企画室戻ってあと1時間ぐらいありますので、もうちょっとね、編集頑張りつつチェックアウト、ね、していきたいと思います。それではそろそろ時間になりましたのでチェックアウトしてねホテル移動していきたいと思います。では行きましょう。忘れ物ないかな、大丈夫ですね、はい、ということで、ね、いや空港ホテルってやっぱり楽ですね。このホテルもねラウンジもあって朝食もついて、まあ、ホテルは若干古めですけどね、まあ全然空港ホテルとしては
かなりいいんじゃないでしょうか。やっぱランジャーンね、やっぱ大きいですよね。まあちょっとソフトドリンクね、コーラぐらい飲めればいいんですけど、私としてはね、コーヒーが好きなだけ飲めれば結構それでいい感じなんですけども。じゃあ行きましょう。よいしょ。ローマね、めちゃくちゃ暑いですね。はい、先ほどねちょっと外に出たらめちゃくちゃ暑かったです。ではチェックアウトして出たいと思います。ということでチェックアウトできました。なんかエクスプレスチェックアウトみたいな箱はなかったですね。うん、普通にあのデスクの方にお願いしてチェックアウトねしていただきました。では空港に戻って、ローマのね市内、テルイミ駅だったかな、そこに今から行くんですけども、そこまでねバスで行きます。でそのバスがですね、ちょっと名前が覚えてないんですけど、サットバスだったかな。なんかね3本ぐらいねあのバスが出ておりまして、で片道7ユーロだったかな。はい、だから1000円ぐらいですよね。もうちょいかな。うん、でも結構良心的なお値段で利用することができますので、これで利用いたします。で一応あの私が買ったねやり方とかはあのここら辺に出しておきますんで参考にしてください。もちろんねオンラインで買ってもいいですし、あの空港で買ってもいいんですけども、まあ事前に買ってあの QR コードを出せた方がね、まあ、楽かなと思いますし、カードで決済できますんで、であと日本語サイトも対応ということで、で30分じゃなくて45分に1本間隔だったかな。はい、そのぐらいで、まあ、あの時間帯にもよるんですけども、そんな感じになります。で私はね今1時54分なんですけども、2時半のバスをね予約しております。で、ここからバスで市内の方向かってテルイミ駅に着いたら、まあ、そこからはね、タクシーと、ちょっと歩くとね結構かかるみたいなんで、まあ そのぐらいいいかなと、ウーバーで行きたいと思います。いやこの距離がねちょっと長いですね。しかもあの片方ね歩くほど今メンテナンス中なんですかね。ということでテクテク歩いていきたいと思います。まあ、毎回言ってるようにねあのブロガーの方の記事を参考にして、まあ、ひとまずねあのローマの空港はねあの全部掲示板出てますんで、まあ、それ通りに行けばね大丈夫でしょうということで、あの今回はねバスで行きますんで、バスの表記をねたどっていきたいと思います。いやーローマ暑いですね。日本みたいな暑さですね。30度超えております。今日33度だったかな。今ね1階の出発ターミナルにね触ってきているんですけど、あのねブログの方だとねマークがねバスマークがありますっていう話だったんですけど、この1階のとこですね全然ないですね。バスこれねタクシーって書いてあって、タクシーなんですよ全部で、今ちょっとインフォメーションの方に聞いたらね、ここの奥にねバス乗り場があるそうです。いやちょっとターミナル内にバスの表記欲しいですね。はい、私はね結構余裕を持ってきたんでいいんですけど、これ急いでたら結構やられますね。あ、ここで出てきましたバスのマークが。外に出ないとバスのマークない、これは注意ですね。はい、ここにバスのマークね出ました。バスエアポートシャトルとかね。はい、ということでバスセンター到着しました。私が乗るバスはサットだったかな、サットバスだったかな。あ、ここら辺にねもうバス乗り場が広がっております。まあ、ここまで来ればもう安心ですね。ひとまずねあのバスストップがね結構箇所があるんで、ちょっと探したいと思います。チケットに載ってるのかな、特に書いてないですね。ということでちょっと私の乗るバスがね何番乗り場なのか調べたいと思います。ということでありました、私が乗るバスはねこれですね、これ。はい、ということで12番のところに今来たんですけども、まだ乗れないのか乗っちゃいけないのかちょっとよくわかんないですね。このバスなのは多分そうなんですけど、前の時間のバスとかなのかな、ちょっと不明です。ということで無事搭乗することができました。ちょっとバスロータリーの場所も分かりづらいですし、このね空港シャトルのバスがめちゃくちゃ会社あるみたいなんですよ。ですんでねめちゃくちゃ分かりづらいですね。先ほど見てたね電光掲示板をひとまずねあのとりあえずこの12番の乗り場のそばにはねこんな感じで
あのこれですね、この白いやつが電光掲示板なんで、これを探して歩いてください。ちょっと私が見た感じだとね、ここまで見つけられなかったんですけど、まあ他の場所にもねあると思うんですけども、ひとまずそれでバス会社と、この乗り場ね見ていただいてチェックして、で、まあ、そこに行くと、まあ、このその会社のバスがあるか、まあ、その会社のバスが来るか、まあ、どっちかだと思うんですけど、私はねもう来ておりました。まあ、14時半でもう到着してるっていうことなんで、あの2台体制みたいな感じで結構しっかり時間守って来てくれるみたいですね。あと13分ぐらいね発車まであると思うんですけど、はい、でこのバスはね何個か停留所止まるんですけども、最後テルイミ駅だったかな、はい、そこにね到着するっていった形になります。ということで機内はねなんか無料で Wi-Fi が使えるっていうねマークも、いや映ってるかな、ありますんで、まあ、結構ね快適に過ごせんじゃないかなと思います。座席はこんな感じです。あの真ん中の方にねテーブル付きの座席があるんで、それはもう早い者勝ちですね。でシートピッチはこんな感じです。あのフットレストがねあります。あとは特にテーブルが一応ついてるのと、これどうやって開けるんだろう、こうかな、ちょっと開け方が分かんない、はい、テーブルと、そうですね、物入れと、あとフットレストだけで、シートベルトがあるだけで、あ、ちゃんとコンセントがね、ちゃんとねコンセントがね用意されております。これはあのイタリアのね、ちょっと何型か忘れましたけど、この丸く穴が開いてる2つ口のやつですね、はい、ということなんでコンセントもあるということでいいですね。非常に利用しやすいと思います。 Wi-Fi 使えてコンセントあると本当にめちゃくちゃいいですね。でバス車内はね冷房効いてるんでめちゃくちゃ涼しいです。ということでもうしばらくね待ちたいと思います。いやこれね結構安いのにいいですね。明日の朝もねこれで、明日じゃない、次空港行く時もねこれで行きたいんですけども、あのね早朝はね普通こういう航空バスってあの空港行きのバスってやってるじゃないですか。これね早朝出てないみたいですね。8時とかだったかな、始発が結構遅かったんですよね。ですのでちょっと帰りはね使えないんですけども、まあ、ひとまずねあめちゃくちゃ快適なんで、ぜひローマ空港来る方は利用してみてください。それでは間もなく到着です。テルミニ駅ですね。で今回ね、またヒルトンに宿泊するんですけども、どうやらね10分ぐらいで歩いて着くみたいなんで、まあ、ちょっとスーツケース引いてね大変ですけども、今日ね全然動いてないんでちょっと歩いていきたいと思います。これがローマです。いやーすごいですね。これで全部着く。はい、ということで久しぶりにやりましたね。はい、バス降りてからね10分ぐらい歩いたところで気づきました。録画ボタンが押されてなかったです。また10分ぐらい一人でずっと喋ってましたねいや本当によくやる。で今ねもうローマに到着してます。ちょっと駅から離れちゃったんですけども、見てくださいこの素敵な景色、やばいですね。こういったね建物が本当に至るところにねある感じですね。いやー素敵です。で思った以上にね結構ねでかい距離のねあの道路を渡るにも信号がなかったりとまたねこの床がね石畳に結構なってるんですよね。ここはね今幸いにもアスファルトなんで非常に歩きやすいんですけども、駅前とかねほとんど石畳でちょっときつかったです。まあせっかくなんでと思って、まあ、10分ぐらいだから歩こうと思ってね、徒歩を選択したんですけども、スーツケース引いて、はい、完全に失敗でしたね。この石畳今アスファルトだからいいですけど、これはねスーツケース引いて歩いちゃダメですね。大変だし大変いやタクシーを使えばよかった。この失敗はちょっとね帰りに生かして、帰りはタクシーでテルミニ駅が行きたいと思います。ここら辺もちょっと駅から離れてますけども、ミニクーパーのお店だったり、いろんな店舗がお洋服屋さんだったりいろいろありますね。あ、ここもめちゃ楽、ここ下り坂なんですよ、最高ですね。
スーツケースが勝手に動いてってくれる。あ、ここまで来ればもうあれですね。今回ね、宿泊するのは、今回もね、ヒルトン系で、名前がね、ちょっとよくわかんないな。アルファって読むのかな。キリオコレクションっていうね、ブランドのヒルトン系のホテル。日本国内にはね、軽井沢にあると思うんですけども、こちらにね、2泊お世話になります。初めて泊まるブランドのホテルで、軽井沢のね、キリオは結構高いんですよね。現金決済も結構高いですし、ポイント宿泊でも結構高いんで、宿泊させていただくんですけども、どんな感じでね、ダイヤモンドステータス特典が受けられるのか、レビューねできたらなと思います。非常に楽しみですね。ちょっと道確認します。日本の道路交通の標識と同じのが使われてる。この一方通行のマークとかは一緒ですね。すごい。間もなくね、ホテル到着です。いや、バス停からね10分15分の距離でしたけども、いや、これね、あまりイタリアはダメですね。はい、思った以上にね大変でした。で、思ったより坂が多いんですね。今までの都市ではあんまり経験なかった。今もね、これ下り坂なんですよ。よいしょ。ここもホテルの裏口とこかな。急にね、こういう、これも教会なのかな、十字架があるから多分そうだと思うんですけど、本当にめちゃくちゃ素敵ですね。歩道がめちゃくちゃ狭いな。歩道と呼べるのかっていうぐらい歩道が狭いんで、今車道失礼してます。ここもホテルの中じゃないのかな。あの Google マップだとね、もうここら辺、あ、違うな、もうちょい進んだところかもしれないですね。よいしょ、もうここら辺で到着なはず。さあ、ホテルはどれだろうな。あ、これかな。あ、これか。アルファローマホテルキュリオコレクション。あ、あってる。こちらですね、こちらです。この素敵な佇まいのホテルが今日のホテルとなります。映ってるかな。はい、よいしょ。はい、ということで早速チェックインしていきたいと思います。では行きましょう。ということで客室に入ってまいりました。今回は407号室ということでこんな感じになってます。残念ながらですね、今回アップグレードできなかったということで、アップグレードはなしです。で、ちょっとね、今ドアの向こう側でね、作業されている製造の方いらっしゃいますんで、今日はね、ここからスタートさせていただきます。どうでしょうか、どうでしょうか。こんな感じになっております。ちょっと狭めですかね。はい、もうちょっとね、スペースが欲しかったですかね。スーツケースを広げられるのはこっちぐらいですかね。ここにもうこう潰してここに広げるぐらいですかね。で、大きいスーツケースだとちょっと無理そうですね。私のはね、片方にしか開かないやつなんで大丈夫なんですけど、両方開くやつだと、あ、ここですかね、こっち側潰してみたいな感じですかね。はい、ちょっと残念ですね。で、今回はどっから見ていきましょうか。たまにはバスルームから見きましょうか。はい、こちらがバスルームになっております。はい、で、こちらにガウンですね。で、バスタオル、イタリアはこのスタイルなのかもしれないですね。はい、で、電話があってトイレあります。で、シャワーですね。今回残念ながら、リクエストしたんですけども、バスタブはないということで、はい、可動式と固定式両方ありますね。で、おー、怖っ、大丈夫。これはちょっと初めて見るブランドですね。こちらのアメニティ、あ、これアルファローマオリジナルなんですかね。ホテル名が書いてありますね。こちらのね、アメニティになっております。で、こっちに、おお、なんか結構高級そうな感じで、これは何だろう、マウスウォッシュかな。あ、マウスウォッシュ、ボディミル、ボディミルクって書いてありますね。で、こちらはインティメイトクリーンハンドソープかな、ちょっとわかんないですね。で、こちらに、なんかいろいろ入ってますね。シャワーキャップとゴムとシャワーキャップ別バージョンですね、入っております。で、あと石鹸がありまして、
このバスルームはすごい綺麗な作りになってますね。はい、こちらに大きい鏡で周りにライトがある。でここに、コンセントですね。でタオルと、下にタオルと、ここにコップがありますね。コップがここにあって、あとここにドライヤーが入っております。こんなもんですかね、バスルームは。では次ベッド周り見ていきましょう。すごい印象的なこのあれですね、ライトで。こちらが電話です。結構年季が入った感じの電話ですね。はい、でこちらにメモ帳、おしゃれですね。でこちらがベッドです。ベッドは大きいですね。はい、ベッドはかなり大きいです。で反対側にこんな感じになってまして、AC のコンセントはないですかね。ここに USB のタイプ A が2つあります。で LAN ケーブルかな、ありますね。あと電気のスイッチと、ここにタイプ A ですね、タイプ A があります。あとで、時計という感じですね。で眺望はね、どうでしょうか。あー、これは中庭ですかね。はい、ちょっと飛んでますね。はい、こんな感じになってまして、中庭ですね。はい、で普通にあの反対側の客室とかも見えちゃうんで閉めておきましょう。まあ、反対側多分客室だと思うんですけども。それでは次にこっち側ですね、こちらに机があって、ここにコンセントがあります。でこっちにも USB ポート A が2つありますね。これありがたい。あと LAN ケーブルと、へえ、これはサウンドバーですかね。これがあるのちょっと初めて見ましたね。でこちらにコーヒーカップと、こっちはこれは何なんでしょうね、エスプレッソ用みたいな感じで、こちらの下を開けるんですかね。あとティーがありますね、イングリッシュブレックファースト。はい、でこれはネスプレッソですね、あります。あと、あ、こちら、はい、コーラとスプライト、あとファンタかな、そうですね、ファンタオレンジとかありますね。あとお水で、こちらのジュースあります。これは桃ですかね。イタリアは有名なんですかね、桃が。さっきのホテルでも桃のラウンジに桃ありましたもんね。でなんとですね、このミニバー、あの一滞在で1回だけ全部無料みたいです。ですね、これはめちゃくちゃありがたいですよね。これの引き出しとか開かないようになっておりますね。でここに荷物を載せるやつがあるっていう感じですね。あとはクローゼット、はい、クローゼットを開けるとこんな感じです。これは誰かの間違いなく忘れ物が置いてありますね。うん、しかも中身が入ってるっていうね。これは良くないですね。はい、でスリッパが2つありますね。お、すごい、めちゃくちゃふかふかそうなスリッパがあります。であとランドリーバッグと金庫ですね。はい、こんな感じになっておりますね。下の書いてるのかな。あ、おー、スーツ用の入れる袋だったり、あとその下は空ですね。めちゃくちゃ良さそうですね、これね。はい、こんな感じになっております。以上ですかね。よいしょ。ということで今回ね、こちらホテル2泊ねお世話になります。まあちょっとね、あの作りはねめちゃくちゃ高級感があっていいんですけども、客室自体はちょっと狭めですね。はい、あ、テレビね、ちゃんとお見せしてなかったかもしれない。ちょっとサウンドバーに目がいってしまって。はい、テレビはでもかなり大きいですね。これ何インチだろう、多分60インチ以上あると思いますね。はい、テレビはめちゃくちゃ大きいです。ということで今回ね、こちらのホテル2泊ねお世話になるんですけども、だいたいこちらね400ユーロぐらいですかね、1泊ですので、日本円で今いくらだろうな、5万円ちょっと超えるぐらいですかね、まあなるという感じですね。まああの客室自体はねちょっと渋め、まあ狭めなんですけども、まあミニバーがね、あの無料で利用できるっていうのは、まあ今回私ね2泊するんですけども、まあ1回だけね、あの無料ですよっていうことで、まああの補充された分は、まあ、無料にならない、まあ補充されるのかどうなのかちょっと分かんないですけども、まあ補充はしないでほしいですね。分かんなくなっちゃいますよね。はい、っていう感じですね。この点は非常にいいですね。でこの
ホテルにはですね、残念ながらクラブラウンジがね、ありませんので、ラウンジはね、ないです。で、朝食は、無料でね、利用できるということで、今ね、レストランが、閉鎖してるっていうことで、まあ、ラウンジでって言ってたんですけども、まあ、ちょっとどこなのかわかんないですけども、まあ、ラウンジっていうね、なんか、バーみたいな場所、レストラン、あれ、レストランなのかな？まあ、ちょっとどっちかわかんないですけども、そこがありましたんで、多分そこなんじゃないかなと思います。ですんで、まあ、ダイヤモンドステータスのね、今回の特典としては、アップグレードは無理でっていうところですね。で、多分このミニバー無料っていうのが多分ダイヤモンドステータスの特典だと思いますので、まあ、これですかね。あとは朝食は利用することができるっていうふうになりますんで、はい、こんな感じになります。で、今日のところはですね、今ね、ちょうど4時ということで、今日のところはね、もう完全に編集デーと決めておりましたので、これからね、編集一気に終わらして、明日ね、ローマ観光行けるようにね、頑張りたいと思います。ということで、頑張って仕事します。ということで、今日ね、もう仕事にガガッてやりたいんで、ピザ、近くのお店で買ってきました。まあ、どんな感じなんでしょうかね。美味しいと思うんですけど、どうでしょうか。今回マルガリータ9ユーロでしたね。はい、こんな感じになってます。あ、でもめちゃくちゃ美味しそうですね。はい、ということで、あの仕事を前のホテルでもしてたんで、あのあれでしたね、お昼を食べてなかったですね。ですんで、これはこれはお水かな、スパークリングかな、よいしょ、おい、ということで、これは普通のお水ですかね。いや、これはスパークリングの方ですね。はあ、美味しいです。これが全部無料って、まあアルコールは入ってないんですけどね、ありがたいですよね。ではいただきます。いや、めちゃくちゃ美味しそう。いや、あの店員さんはね、すごい気さくな感じ方で、非常に優しかったです。よいしょ、また全然日本と違う。ではいただきます。うん、うま、またアメリカのピザと違って美味しいですね。すごいクリーミーな感じで美味しい。ああ、これ美味しいですわ。全然違いますね。うん、またニューヨークと本当に味は、ピザの生地もあの違いますし、国なんてトマトの味もまたなんか違いますね。うん、いや、これはうまいですね。あのお店概要欄に貼っとくんで、本当にこのホテルからね、歩いて多分5分もかかんない場所にありますんで、結構ね、ちょっと坂、こう坂のちょっと中間ぐらいにあるんですけど、ホテル下る途中にもうレストランが1箇所あって、でちょっと大きめの交差点があって、もうそこに 2,3 箇所ね、あのレストランありますんで、私はちょっとね、あの数軒奥のレストラン利用しましたけども、これ美味しいですね。あのもちろんね、あのピザその場であの焼いてくれる、作って焼いてくれる的なね感じのレストランで、まあ私はもうホテルでね、こもって仕事したかったんで、まあ今回撮影ではなく、まあ客していただくっていう感じだったんですけど、めちゃくちゃうまいっす。ニューヨークで食べた美味しいって思ってるピザとまた違う美味しさがある感じで、いや、美味しいです。ということで、あとはね、ちょっとゆっくりいただきたいなと思うけど、めちゃくちゃ美味しいですね。この店大正解です。これちょっとな、また食べたくなるぐらいね、美味しいですね。これ明日恋しくなりそうな気がする。はい、めちゃくちゃ美味しかったです。もしよかったらこのホテル泊まられた方はぜひ行ってみてください。ということで、これ食べてね、仕事頑張ります。ということで、時刻はね、23時8分ということで、なんとかね、編集の方が目処が立ちましたので、今日のところは休みたいと思います。これでね、明日ローマの観光ね、行けそうなんで非常に良かったです。音聞こえてますかね？このホテルにはですね、あの屋上にね、プールがありまして、まあ、そこでね、多分あのバーみたいなのもね、あるんですよね。で、それでね、ずっとパーティー音楽がね、ずっと流れておりますね。あの、まあ、そこまでね、大きい音じゃないんで、まあ、私は気にならないんですけども、こういうのがね、あの苦手な方はですね、ちょっとこのホテルはね、ちょっと選択肢から外れてしまうかもしれないですね。ずっとね、
パーティー系の、低音が効いたね、音楽がずっと流れておりまして、まあそんなに大きい音ではないですけども、12時までね、多分このプールがね、やってるんで、多分12時ぐらいまではね、この音楽ずっと続くかなっていうふうに思いますので、まあ、この点はね、注意点かなと思います。いやね、夕食食べ終わったぐらいからですかね、この音がね、鳴り始めましたんで、なんだろうなと思ったら、あ、そういえばここね、屋上にプールがあるんだと思って、多分その屋上のプールとバーで多分この音楽流れてると思うんですけども、はい、そんな感じになります。ということで、今日のところは休んで、明日ね、観光行きたいと思います。ということで、おやすみなさい。